圧力は必然的。シップの皆さん、おはようございます。本日も紹介したいのは、やっぱりどうして圧力は必然的ですね。最初はこちらみたいなら登録してね。圧力ということですね。みんなはだいたいその圧力を逃げたりしますので、僕は昔ながらずっと逃げ出したんです。ですけれども、でもそれをだんだん重ねてからこそ、いろんなものを知識を重ねてからこそ、いろんなものをね教わったんで、なんと対人恐怖症にも脱出したということで、で自分の当初自分の示したのは同じくの対人恐怖症者を700万人の脱出させるということですね。もしよかったら僕に DM ください。圧力ですけれども、どうしてみんなは圧力をね逃げたりしますので、やっぱり圧力はすごく難しいですからね。でもしあなたは現在、その圧力にかけてその対人恐怖症をすごく悩んでいる方でしたら、最初こちらの動画をご覧ください。そしてやっぱり圧力ということですね。特にスポーツ選手は圧力の時にはもっと頑張るということです。圧力はその壁です。その乗り越えなければならないの壁です。精神的な圧力のでも体的な圧力。この前にはヒカキンさんが一回こうね、なんていうっけ、飛び箱をしたんですけれども、自分はねからは多分ね12個ぐらいできるんですけれども、だからはなんと18まで行ったんですね。18個まで行ったんです。これはメンタルということですね。我々は人間ということですね。で人間は大体自分が思う以上に物を超えるということですね。でどうやってその圧力を極めるということですね。3ステップになります。 Prepare to fight. 最初は自分はどんな圧力を超えたいということですね。ちゃんと目の前に見てください。でその圧力が抱えているからこそ、これはあなたは成長できるというの証拠ですね。これはずっと自分の頭に叩いてください。これは成長できるということですね。毎回頭の中に叩いてください。その叩いたら、あとは何がするかというと、だからいざってなるときには、自分はそれを成長できる、その成長できる、成長できる、心を乗り越える、乗り越える、乗り越える。そして自分が乗り越えるというときには、それをずっと想像する。ずっと想像する、想像する。で、それを想像したら、そこから実際にだんだんこう、小さいのステップを重ねて、で、だんだんこの圧力を乗り越えるというのがポイントです。どちらかというと、ダイヤモンドは圧力があるこそ作られるから。ダイヤモンドは圧力があるこそ作られるから。もしあなたはチャンピオンになりたいなら、自分の人生のチャンピオンになりたいなら、ダイヤモンドになければならない。つまり圧力に負けず立てなければならないということです。よし、皆さん、僕はこちらの動画を毎日アップロードしますので、もしよかったら登録、通信、バーとかなしもシェアしてください。では次の動画で会いましょう。